皆さんこんにちは、こんばんは。心リンクゲームズベイ君です。ママにゲーム隠された実況続きいきます。よろしくお願いいたします。いや、かなりね楽しくて、もう皆さんのね反応見る前に続きやってしまいます。よろしくお願いいたします。ちょっとだからコメントに反応できないんですけども、ご了承ください。さあ16ポンいきましょうか。多分これ30で終わりなんかな。さあ16日目。お前懐かしいな、トランプマンやんけトランプマンってみんな知ってるかな。さて、頭やろ、どうせ知ってんねんけど、まあ一回間違えてあげましょう。ほれ、違ったか絶対頭、絶対頭。さあ行くぞ。これ俺違ったらね、ちょっと自分のあれを疑う何を疑うか、これ自分のセンスを疑うか。さあ行くぞ。よっしゃよっしゃこれは嬉しい。さあ返せよ、お前お前誰の差し金やって。このお母さん、右下のお母さん若いよね、このポーズ相当可愛い。こういうお母さんいいね。さあ17日目いきましょう。ターン。さあ開けたら食い物いっぱいあるんで、とりあえず持っていきましょう。右。おい、キリン、でかっ。どうすんのこれ、あげれる、あげれるこれ。いや無理やんな、どうしたらいいのこれ。あ、置けるってこと、こっちに。あ、この辺に。あ、そういうことか。オッケーオッケー、なるほど。あ、今見えた、みんな。わかった、いくぞ。ここだ、よしよしよし。頭でございます。お母さんが可愛らしい。さあ18日目いきましょう。後ろ見て、スルがやってるね。恩返しに来てるんで、これはだから開けない方がいいと思うねんけど。あ、わかったわかった、そういうことか。わかったぞ、一瞬でわかった俺。結構今の、あっ、あっでな、服変わってもうてるやん、息子息子の服着て見て、ちょっと古い服なってる。結構難しい、アクションゲームみたいになってきたなこれ。アクションゲームみたいになってきたけど、よし、これで多分、壺全部開けて、左の壺開けんかったら、OK、あ、そっか、取らなか。危ねえ。普通に焦ってました、今の私ね。さあ、19日目、行きましょうか。まあ、このタンスみたいなの開けて、お、ボタン押しましょう。ポン。暗くなる。怖いよ。怖いよ。しかし、なんもない。どっから現れてん、お前。お前、どっから現れてんの。忍者張りのお前気配の消し方やん。だ、要するに、こっちでなんかするんじゃない？あ、なんか下あるぞ。わかりにくいけども、なんとかクリアでございます。さあ、20日目行きましょう。お父さん、部屋で何やってんのこれ。むしろ、りょうくんモデルかこれは。あ、奥のね、茂み多分財布やから、前もね、財布見つけたらあかんかったから、まあ、この茂みでしょう。卵？ね、これ。卵ゲット？あ、で、お父さんのティーカップに置く。すると、うたま、おお、お母さん来た。わからんわからん原因がわからん。原因と結果がちょっとよく分かってないんだが、財布をじゃあ取ったらいいんかな。他の茂み、あ、これあれか、シャーヘビってことは、あとは左の茂みちょっと見ましょうか。ほい、お、これボールちゃう。お、これボール、ボール、オッケー。ボールを置いて、でお父さん打つ、割れる、お母さん怒ってる。そりゃそうや。でも俺のせいちゃうからね、今の。今の原因じゃ財布か。あと、財布をゲットしたらでも捕まるんじゃないの。ほら。あれ？わからん。お、なんや、開けれるやん、ここ。じゃあ開けといて、このボール置いといたら、多分割れへんから、グリーンあったで、この家の近く。どこ住んでんの自分ら。なんでな原因と結果が伴ってないで、さっきからどういうこと、どういうこと。さあネクスト行きましょう。う、何これ、お姉ちゃんか妹か。でかさからしてお姉ちゃん。まあまあ、ソファーになると CD があるから、じゃあとりあえず1個目ゲットしたのをかけたらいいんかな、多分。せんね、来た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 。何したやん、ほんで。あ、今ママ遅かったってことかな、今の。ん、もう一個の CD も聞きたいね、でも。だから、一個目さっきやったから、ちょっとごめん。多分これ失敗すると思うけど、これかけてみよう。ワン、ツー、スリー。
ほら、違う曲やった。で、あ、でも開けれるんかな。よしよしよし、いけたいけた、どっちの曲でもよかった。連打してたからごめん、ちょっと曲をみんなに聞かすことなくやってんけども、そこは謝っておきましょう。さて、お前何かぶってる？さて、まあ、振りをしてくれてるんで、私との振りに乗りましょう。頭やろ、お前。マジシャンと手組んだらこんなことすらもできるようになるのか。前も相当のマジック使ってたけどな。ってことは、これはでも絶対カップの中にはないから、その下の机。え、違うな。じゃあカップか。違ったか。あ、違う。どうしたらいい？え、完全にこれ俺積んでる今。悔しいな。え、ちょっと待って。え、右上かな、広告がね、のところにあるんすよね、今。それかな、行くぞ。うーわ、セコ。セコ、俺編集でこの広告の部分切ろうと思ってたのに、切れへんやん、じゃあこれ。なあ、いつも俺広告の部分切るように編集してんねんけども。誰やねん、お前。お前誰や、金属探知機みたいなの持ってんのか、それは。のび太くんみたいな感じか、ワープしてきたんかな、未来から。これを、あー、なるほど、金属探知機やから、これを適当に、おー、来た来た、なるほどね。今、反応あったよね。あった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 。で、どうしたらいい、ここタップしたらいいか。どんだけ SF やねん、お前の部屋。おかしいなことになってんぞ、この部屋。さあ、行きましょう。面白いな。さあ、レンジ、これはピッツァかな、卵、おお、真実の口。噛まれてもうたわ。噛まれても、真実の口って嘘ついてたら噛まれんやったっけ、嘘ついてんねや、少年じゃ。イタリアのローマあたりにあるんやったっけ、ちょっと覚えてないねんけど。じゃあ、で、ごめん。一個絶対やったあかんことやります。生卵を入れて、さあ、どうなる？奥から出てきたわ。向こうの部屋白いんやな。なんでこの部屋こんな病んでんの？青い部屋。おかしなことになってるけど。まあ、わかりました。とりあえずピザをここに、あ、ごめん、こうして、ピザ温める。んで、チーンって言ったからゲットして、これをこいつに食わすんやろ？顔緩んだ。顔ほころんだから手入れましょう。優しさ。物をあげるとくれるというね、素晴らしい優しい世界を見せていただきました。さあ、これお父さんと見せかけてお母さんやろ、どうせ。壺割りましょう。壺割れない、ん、タップできへん、全然。右には、ループ3、間違い探しやらせるや、これ。間違い探しやらせる気やぞ。じゃあ靴下1個目、時計は、時計合ってんの、だいたいこういうのって時計ちゃうのにな。あ、蛍光灯みたいなやろ。あと、壺は、お父さん、わからん。結構細かく見てるけど、ラジカセも？よいしょ、あ、ラジカセのスピーカー部分見てください。やられたー。ポン。これで、景品として送ってきました。この世界めっちゃ楽しいな。さあ、26日目行きましょうか。お、ダーツみたいなやるってこと？オッケーオッケーオッケー。壺は割れない。あ、壺割れた。うわぁ、俺これ答え言ってもうた、いきなり。答え言ってもうたから、とりあえずこれ3つゲットして、まあ、でも投げてみよっか、これ。ほれ！どうなる？もう1回。よし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 。オッケーオッケーオッケー。さあ、2回目行きましょうか。で、こうして、いけ！どうなる？ハテナ来たぞ。どうなる？プレデター出てきた。怖っ。これプレデターやんな、確か。知ってます？皆さん、プレデターっていう、ホラー映画なんかな、あれ。すげえ怖い。透明なね。透明なんですよ、こいつ。しかもこんななりしてね、確か未来から来てるっていうね。未来どうなってんねんっていう、そういう映画でございます。ぜひね、皆さん、見てみてはいかがでしょうか。ってことは、ごめん、ピンクでいきなり正解できるってことかな。いきなりピンク投げましょうか。ほれ。あ、ママなってもうた。あ、じゃあ、ちゃうんかな。ママ来る？ママ。その通りでした。
ってことは根本的に何かが違うということか。じゃあごめん、ツボ行きましょう。お、ツボんとこになんかあるぞ。ってことは、ってことはですよ、わかったわかった、これゲットするやん。で、ツボで、そうやそうやそうや、よし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 、踏んで、これで黄色のダーツゲットして、こういうことか。よしよしよし、お母さんでも優しいね。こういうゲームは俺にやらせてくれんのやな。これも言うなればゲームやんな、今の。そういうのは許す。謎めいたお母さんでございます。あ、これ絶対あかんやろ。あちちちちち、そうなるか、やっぱり。さあ、ってことは、これ絶対でもね、急がなあかん系やと思うか。お、水いいね。これ何？氷か。これは何や？じゃがいも？おお、オイル？お母さんが？あ、わかった。お母さんね、多分、ってことは、待って待って待って。まず氷入れよう。まず氷入れて、冷やそう。あー、火事。大惨事。息子の出来心による大惨事。でも、水入れたらあかんやろ。ジャガーをとりあえず入れよう。ジャガーを多分湯がくんやろ。ポテトゲット？なるほど。んで、オイル入れたらあかんよね。オイル入れてんから。オイル入れてみようか、とりあえず。オイルを入れる。そうやんな。そうですよね。ジャガー入れるしかないよね、まず。で、ポテトゲットして、お母さんにポテトあげる？お、お母さんにポテトあげれた。お母さんにポテトあげれたぞ。水あげよ。氷あげよ。オイルあげよ。違うか？どうしたらいい？どうしたらいい？お母さん？お母さん？お母さんダメ。ポテトあげてもダメ。せ、ほっとくっていう手があるね。一回ほっといて、どうかさん。アイテムはいっぱい。え？ちょっと待って。アイテムいっぱいって言ってる。わかった。ポテトあげて、これゲットできんのか。だからといってなんや。これを、やるか。蓋。わからん。どういうこと。テヘペロみたいな感じでお母さん登場してんけど。火事になりそうなのを止めてくれてありがとうってことかな、今の。さあ、白米あるぞ、手前に。まさかの、イーシンチューかな、じゃあ。ドラゴンボールやんね、これ多分。ちゃうかな？あ、マフーバじゃん、これ。お母さん封印されとったよ。このドラゴンボールネタわかる人いるかな、今。結構ね、古いネタでございますが、あのね、電子ジャーにね、敵をね、封印するという、そういう技がありました。それがマフーバ。電子ジャーに入れるわけじゃないけど、なんか入れ物に入れるんですよね。ソファーの下になんかあるね。あ、だから尿意棒で、これちょっと取るんちゃう？オッケー。取る。よしよしよし。てか、いい心中何個あんの？あ、わかった！なら、これ、持てへんから、こうして、こうすんねや。ドラゴンボールと誰が、思った。え、じゃあな、ドラゴンボールと誰が思っていたみたいな感じか。あ、じゃあ2つあるから。あった。あれ？ 6 個か、これ。もう1個あるよね、絶対。マフーバーあかんやろ？あれ？やばい。あと1個どっかにあると思うんだけど。また画面のどっかにあんのかな？意外なところに。どこやろ？ちょっと探すで。28に見て、文字とか怪しいよね。うわー！これはわからへん！見えます？みんな。いや、見えるよね、この不自然なやつ。トン。そんなとこにも隠す。言えよ、サーモン。言うて、ならんわ。ふんで、ニンテンドー 3DS オークレイ言って手に入れたわけね。これ相当面白い、でも。すげえうまい。ただ、あっこは気づかんよね。風船を、お母さんどうも。お母さんどうもです。風船をね、多分単純に触ったら絶対あかんから、まあ、触ろうか。届かないって手か。OK。届か、先週出てきたわ、急に。あ、ボールゲット。ん？これ単純にこれでいいんじゃないの？あー、そっか。任天堂 3DS 壊されるわ。お母さんに怒られるわ。でも踏んだり蹴ったりでございます。
ってことはとりあえずこの人触るか。お、バットゲット。あった、抵抗せんな。あ、踏んじゃら、バットでこういうこと。あー、オッケーオッケーオッケー、いけたいけた。あ、ママ、マジか、マジか。え、じゃあどうする、どうする。いや、面白いなこれ。これ相当謎解き系やな。んー、じゃあボールで取り合い、あ、わかったわかった。ボールをこの人にバットない人にあげよう。痛い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 。そうやな、それは逃げるしかない。俺もね、ボール思いっきり当ててもうたら多分その場から逃げる。謝ることせずに逃げますね。じゃあボールをこれに使うんか。あ、ダメか、ママ。あ、難しいぞこれ。あ、バットや、こいつにバットや。あ、バット返しちゃった。こいつにバット返したらあかんよね。バットでドア。バットでドア、そうか、これ壊してるわけじゃないのか。いや、あかんよねあれ。で、蝶使いみたいな感じで塞いで、蝶使いって言うんやったっけ、ちょっとよくわからんけども、塞いで私の勝ちだ。これ結局でも根本的な解決になってないよね。どんどんどんされる。お、30日目、31日目、50日100日200000。俺はずっとゲームができる人生を歩んでいける。え、なに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 、あ、なるほど。引きこもりに成功ってことか。これどうしよう、ゴミとか拾えんのか。お、ゴミ拾えたぞ。うん、どういうことどういうこと、ドア開ける、出る、え、出てみよっか。はっ、どうなる。お母さん待ってたわよってことこれ。でかなったなお前。お兄ちゃんが引きこもりやめてくれたってこと。お、ダッシュ、おめでとう。コングラッシュレーションズ、ハッピーエンドを迎えることに成功しましたよ。ニューってある、ニューって何、新ステージを含めたランダムのモードだよ。あ、なるほどね。ってことはとりあえずこれは置いといて、もう一回見れへんか、見ていい、エンディング。いけるっぽいです、いけるっぽいです。30日目選んだらもういきなりここに来てくれたんで、これでね、僕任天堂 3DS 触ってみたかったんですよ。まあまあ一応この辺のね、なんかゴミとか拾ってアイテムがいっぱいですって言われるのか。あ、来た。へへへ、その程度やった。その程度やった。もうちょっとなんかないんかな。バットゲットでなんか叩き潰せれたりせえへん、任天堂。任天堂叩き潰せ、おかしいな。無理なんかな。これでとりあえず、まあ、コングラッチュレーションズということでよろしいのかな。脱出成功、よかったよかった。これ相当面白かった。というわけで、ママにゲーム隠された、実況これで終了でございます。ご視聴ありがとうございました。かなり面白い。そしてこのお母さんがね、やっぱり素晴らしい、キャラをしてくれてましたね。素晴らしいゲームをありがとうございました。楽しかったらね、高評価とかコメントぜひぜひ、残してくれると非常に私は嬉しいでございます。あとチャンネル登録もよろしくお願いいたします。というわけで、心リンクゲームズのベイ君でした。また別のゲームでお会いしましょう。バイバーイ。